とビフォーアフターの説明をしてあげてください。だからあの田田さん曰くですね、あのジャパンより前の曲はビフォーやと、でも僕はどっちでもいいんですけどね、あのアフター担当なんで普通に言うとったね。私会えてよかった本当に本当に私が好き、あなたの過去がどうであってもずっとずっと愛し抜き愛なぜかな、そうだったな、もうとっくに私ここにはないわ。強く抱き合えば抱き合うほど胸締め付けられるのはなぜ。あなたの影に寄り添い命を捧げてみたい。悲しみの淵に立ってもあなたが欲しい。歩き疲れたら僕が死ぬまで抱きしめてあげよう。僕が見つめる君の瞳、切なくて愛おしくて涙が出んだ。おいでもっと僕の胸の奥まで、もう二度と晴らさないから。二つの足音が歩幅を合わせて、君の影に打ちつけて命を捧げてみよう。苦しみの節に立っても永遠の君が欲しい。外は二度目のルーム、僕の願いよ届け。外は二度目のブルームーン、
の願いを届け。Yes. Yeah.